はい、こんにちは、坂の屋です。長い間ありがとうございました。辞めるわけではありません。ご心配なくと言っても心配する人はいないと思うんですけども、長い間ありがとうございましたというのがですね、さっきね、そこの画面を撮ってですね、頭を下げたところを見たらかなり頭が薄いんでショックだったんですけども、まあその話はさておいてですね、実はですね、このビデオカメラですね、使ってきてですね、なんと壊れました。とうとう壊れてしまったという感じなんですけども、このビデオカメラですね、遡ることですね、私がこのビデオカメラで撮って YouTube に最初に、アップロードした、ね、動画というのが長トロライン下り、豪快長トロライン下りだったかな、そんなような、ビデオだったんですけども、それがきっかけでですね、なんかそれが非常にたくさん見られてですね、かなり視聴者数がいって、それで Google の方からですね、なんか、書類が来て、そのいわゆる収益化の、収益化のですね、まあ、手配というか、それをですね、やった記憶があって、その後はですね、ずっと動画もですね、本当に、親しい人の動画とかですね、そんなものしか撮らなかったんですけども、その後ね、2013年ですね、からですね、iPhone の使い方の動画とかですね、アップロードし始めまして、これをずっと使ってました。それなんとですね、473本、今までですね、 YouTube に上げてました。自分でもびっくりしたんですけども、かなり失敗しているものとか、撮ってもアップロードしてないものも結構ありますので、おそらく600本近くですね、このビデオカメラで撮っていたと思います。使っているうちですね、一番最初ですね、壊れたのがここにですね、爪があるんですけども、ここの爪でですね、ここをこういうふうにスライドさせて、ここでここに外すんですけども、ここの、ね、爪の先端がですね、割れちゃったんですよね。それでこれでですね、引っかかんなくなりました。これはですね、ちょっとバッテリーとして大きいものをつけてあるんですけども、それでですね、最終的にですね、今このテープを剥がしたんですけども、ここにですね、こういうふうにセロテープを貼ってずっと使ってました。まあ、それはですね、特にですね、不自由もなく、まあ、充電もですね、これは外して充電してたわけではなくてですね、これのここから充電をしてましたので、このところですねに AC コードを突っ込んで充電したので、全然それは不便なくですね、使っていたんですけども、半年前ぐらいからですね、まあ、これはですね、ここにですね、 SD カード、ちょっとこれ外してきますね、落ちちゃうというのがですね、ここに1枚入るタイプなんですね。こういう風にですね、でここはですね、カチッて普通止まるじゃないですか。この押し込んでカチッて止まるんですけども、そこがですね、止まんなくなっちゃったんですよね。それでですね、しょうがないんで、そのまま蓋をしてですね、ここで蓋をして使ってました。それでも使えたんですね。そのうちですね、今度はそれでも認識をしなくなって、今度はですね、ここの上にですね、用紙みたいなのを貼り付けてですね、用紙よりちょっと薄いやつを貼り付けて、ここで、蓋をして使ってました。それでもかなりずっと使えた。これがですね、なんかちょっとこの前斜めになったなと思ってね、やって押し込んだら入んなくなって、結局もうここはですね、入らなくなって、まあ、ちょっといろいろ中をですね、いじってみたんですけども、ある程度入るのは入るんですけど、認識をしなくなりました。ただこれはですね、内蔵メモリー、この中にですね、8ギガぐらいかな、内蔵のメモリーが入ってますので、録画の方式をですね、この SD カードに録画するのか、こちらの中の内蔵メモリーに録画するのかで選択できて、内蔵メモリーであればですね、マイクロ USB でですね、Mac につなげればですね、取り込めてたんですよ。そしたらそれもダメになっちゃったんですよね。それでこれで、ね、いよいよダメだなという形でですね、本当に、13年からですから4年間ぐらいですかね、たくさんのですね、動画を撮ってくれてありがとうございましたという形でですね、今日はその動画なんですけども、それでね、買いました。まあ YouTuber さんみたいにね、一眼レフのいいカメラは買えないので、ただこのね、バッテリー、これ長時間、このバッテリーはですね、非常に重宝するんですね。非常に長い時間撮れますので、これがね、ちょっともったいなかったので、実はオークションでですね、
まあ、これより多分性能的に落ちるんじゃないかと思うんですけども、これがあの上が54でこちらが40と書いてあるので、これを買いました。まあ、同じタイプですね、エブリオのですね、このタイプです。でちゃんとね、これヤフオクだったんですけども、撮影はもちろんできます。7300円でですね、これ落札ができました。それ送料を入れるとですね、8040円だったんですけども、それで、支払いをですね、簡単決済でしようかなと思ってみたらですね、なんとですね、ヤフーの、クレジットカードがありますよね。あれがですね、登録をそれをカードを作るとですね、通常3000ポイントつくらしいんですよね。それがですね、期間限定で5000ポイントついたんですよ。それで簡単決済の支払いのところを見たら、今これをですね、カードを作れば5000ポイントマイナスなので3040円で買えると書いてあったんですね。それでですね、まあカードたくさん持ってるんですけども、やっぱ年会費がねかかるんで、どうしようかなと思っていたんですけども、なんとね、年会費もかかんないということで、あとはですね、まあ、今回落札をするにあたって5000ポイント、まあ、落札をするというか、カードを作るにあたって5000ポイントもらいました。それあとですね、カードが来て1回でもですね、まあ、どこかのコンビニでも何でもいいんですけども、そのカードを使うとですね、また5000ポイントもらえるということなんですね。ですからね、これはね、やっぱもうちょうど、買い替えろという形でですね、来たんかと思ってですね、そのカードも登録をしてですね、このビデオカメラをですね、結局3040円で購入しました。本当これね、たくさん動画を撮ってもらってね、頑張ってもらってありがとうございました。このね、あなたのこのカメラのおかげでですね、YouTube を始めて、まあ、いろんな方ともね、お知り合いになってなることができて本当に感謝してます。ありがとうございました。長らくありがとうございましたという今日は動画でございます。ぜひですね、いいねボタンとですね、チャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。それではまた。